ミマでアンパンと麦茶と梅干しのおにぎり買ったから行こう、ハイキングしに。今日も楽しみます。6時ぐらいに着いた。さっき買ったおにぎり食べて、行ってみよう。今日昨日買ったワークマンで買った1900円のスニーカーです。駐車場から直接ピンクテープがある方へ歩いていけばいいね。ここ20分ぐらいで山頂みたいです。ちょうどいい、寒くもなく暑くもなく。前回来た記憶によればずっとこんな森の中だったような気がする。あ、ずっとピンクテープある。わかりやすい。前来た時より新緑が綺麗だな。気持ちいい。10分ちょっとぐらいか。三国山山頂です。到着。ここは丹沢緑の回廊です。あんまり景色見えないんだね。ここは1320メーターだって。駐車場から500メートルぐらい来たのか。あっという間に三国峠の駐車場まで降りてきました。10分弱。パノラマ台ハイキングコース、大人20分。どこが20分なの。あっ、バイク置いたところを通過。ここは県境ね。そしたらここ行ってみよう。20分だって。明神山まで鉄砲機能かしら。行ってアンパン食べようだね。曇ってるね。さすがに山中湖は近いから見えるけど、これは頂上の景色期待できないな。オッケーオッケー、いいですよ。富士山あそこにあるんだなっていうのはなんとなくわかるけど、今も完全雲の中、これからはもう期待できないな。今すれ違ったお姉さんは紅富士が見たくて夜明け前から登ってたとか言って、画像見せてもらったけど、画像にはもう雲一つなかったのに一気にもうやっちゃいましたよって言ってたね。日の出も見れてたもんな。今太陽なんか全然どこにあるんだかもわかんないし、全然富士山がどこにあるのかもわからなくなっちゃった。山頂です。
6291m、 三国山の方が高いんだ。まずはお参りだな。見えない。さっきよりも見えない。挨拶だけしたから景色も良くないし帰ろう。どんどん雲来る。今から降りてもあれだな、ほうとう屋さんやってないな。帰ろう。今日はもう明日に備えてねえよ。終わり。7時前、6時55分だった。よいしょ。ありがとうございます。今日もワークマンの靴絶好調だったな。今まで履いてたやつが裏の山なくなっちゃったから、昨日新しいの買って、よいしょ、今日下ろしたんだけどバッチリだったな。もう自分的にはミズノのトレランシューズよりいいんじゃねえかなっていうぐらいぴったりだね。貧乏体質だから。アンパン食べて帰ろう。まだ7時だからな、ほうとう屋さんやってないから、どっかで朝飯食って帰って寝ます。お疲れさんでした。